ゴットフリート・ヘルフェリッヒ・ワーグナーは、ドイツの演出家、文筆家、バイロイト生まれ、バイロイト音楽祭の元総支配人、ボルフガング・ワーグナーとエレンドレクセルの息子で、楽劇作曲家、リハルト・ワーグナーのひ孫、ピアノの名手であり、作曲家のフランツ・リストのヤシャ語にあたる。クルト・バイルとベルトルト・ブレヒトの研究で博士号を取得。 数多くの著作や寄稿では、ドイツの文化、政治、19世紀、20世紀のユダヤ人の歴史に、まつわる問題に特に力を入れて取り組んでいる。1992年から、ポストホロコースト対話グループの共同設立者で、1983年から、イタリアに在住。文筆家の団体、ドイツペンセンター、リヒテンシュタインペンクラブのメンバー。父、ボルフガングの家族と決別し、 過去のナチス体制へのワーグナー家の関わり合いを公に批判していることでなお知られている。バイロイト音楽祭にも多彩な切り口から批判を続けている。1997年出版の自伝、狼に混じって吠えないもの。ワーグナーのひ孫による自伝的スケッチは、父・ボルフガングが過去のナチスとの一家の親密な関係をどこまで断ち切ることに成功したかについて、 疑問符をつける著作。イギリスの映画監督、トニー・パーマーによる、ワーグナー一家を描いた2時間のドキュメント映画では、ゴッドフリート・ワーグナーが、キーポジションとなる役柄を演じている。ありがとうございます。